Captain on bridge. の結果じゃ。 今は情報を早く本部に報告し、 S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディーが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性がある。私もウェンディーを信じるよ。 長空氏の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意思で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？ 何、姫子少佐ありがとうございます。 ロックとアートのフッハ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 ッ
インヒューロン、バルキリーの任務の思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーが猛暑。 S 級バルキリーが？なんでもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダルの黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。我の前に立ちふさがる愚か者め、粉砕しつつか、はっ、一撃必殺、ステップ、ハッ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 
思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。任務開始。移動開始。セイ！一撃必殺！うまく隠れてる。想定内の結果じゃ。もう一つ悪いニュース。天明の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。空中戦艦？まさかのレゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつく。いやな、今回は手を貸してあげるよ。レゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。絶対メイク。はっ！はっ！任務早っ！はっ！任務時間大丈夫。ゲドロッはい。このフッ移動フッ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 移動開始。ほえよ大黒丸。下道ロック。はい。危険な気持ち。
こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。私には地上戦の方が適している。
Oh.